高級召喚の並ぶ1907から1908年頃のベーシンストリート。ストーリービルの写っている絵はがき。左手前がカナルストリート、右手前がランパートストリートベロックによる勝負の肖像写真ブルーブックの1ページストーリービル時代の数少ない現存する建物。現在はニューイメージスーパーマーケットとなっているが、100年ほど前には、 フランク・アーリーズ・サルーンとして営業していたストーリービルは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズに1897年から1917年まで設置されていた売春地区である。通常、地元住民には、単純に、ザ・ディストリクトと呼ばれた。通称であったストーリービルは、同地区を設定するための法令を起案した、市議会議員、シドニー・ストーリーにちなんでいる。 位置としては、アイバービル、ベーシン、セントルイス、ロバートソンの4つの通りで囲まれた、フレンチクオーターから2ブロック内陸側の地域だった。現在は、かつての地区の大部分は、アイバービル公営住宅となっている。ストーリービル地区は、売春ができる地域を制限することによって、当局の管理、監視をしやすくする目的で設定された。 1890年代後半にニューオーリンズ市政府はドイツとオランダ北部の港に設定された合法的な赤線地帯をモデルとしてストーリービルを設計した。1895年から1915年までの間、ストーリービルではブルーブックを発行していた。これは顧客に対する売春サービスの手引書的なものであり、各売春宿の概要。 価格、サービスの種類、提供する、在庫などの情報が掲載されていた。ストーリービルのブルーブックには、ガータークーン賞の標語である、ホニスはクイマルアイペンセの文字が刻まれていた。ストーリービルの施設には、クリブと称される安価な部屋から、ベーシンストリートに面して建てられた富裕層向けの上品な邸宅まで幅があった。ニューオーリンズにおける、 クリブの利用料は50セントであったのに対し、より高価な施設は10ドルのものもあった。ストーリービルにおいては、黒人向けと白人向けの売春宿は混在していたが、法的には、黒人男性はいずれの施設からもサービスを購入することは禁止されていた。しかしながら、黒人の娼婦を置いて、黒人客を対象とした売春宿は、 警察当局が黙認する形で存在し、公然と営業していた。ストーリービル地区は、多くの旅行者が到着する主要な鉄道駅に隣接しており、市の主要な見どころとなった。ジャズは、ストーリービルで生まれたわけではないが、ニューオーリンズ中で演奏され、ストーリービルも、その繁栄の一翼を担った。市外から来訪者の多くは、ジャズが、 北部地域に広がる以前に、ストーリービルでその音に触れた。このため、ストーリービルを、ジャズの生誕の地と考える人々も少なからずいた。ストーリービルの高級な施設では、ピアノ奏者や時には小規模なバンドを雇い、演奏させるのが通例となっていた。ストーリービル地区は、第一次世界大戦中の1917年に、米国連邦政府によって、 ニューオーリンズ市政府の猛反対を押し切って閉鎖された。陸軍基地と海軍基地がニューオーリンズの近くにあり、兵士が勝負から性病に感染することが懸念されたためであり、4人の兵士がストーリービルで殺害される事件が立て続けに起きたことで陸海両軍がストーリービルの閉鎖を要求した。売春行為について、 当時のニューオーリンズ市長、マーティンバーマンは、非合法化することはできても、需要をなくすことはできないと述べている。ストーリービル閉鎖後は、黒人、白人の人種別に地下的な売春施設が市内に、点在するようになった。売春地区として閉鎖された後も、地味ながらも1920年代を通して、ダンスホール、キャバレー、レストランなどを要する。 歓楽街として営業を続けた。また、警察当局の度重なる手入れにもかかわらず、潜り酒場、賭博場、売春宿等も存在した。アイバービル公営住宅の建設のため、地区内のほとんどの建物は1930年代に取り壊された。地区の大部分は古く朽ちた建物が中心であったが、ベ新シンストリート沿いには、市内でも、 有数の有料な邸宅もあった。しかしながら、これらも姿を消した。市当局は、この悪名高い地区を、人々の記憶から消すために、あらゆる手段を講じた。その一環として、一時期は、ベーシンストリートまでもが、ノースサラトガと解明されたのであった。1971年、ニューオーリンズの写真会 J ベロックによって、撮影された。 ストーリービルの少婦たちの写真の数々が、ストーリービルの肖像と題された、写真集として出版された。ストーリービルをモチーフにした映画には、ニューオーリンズ、プリティベビー、ストーリービル秘められた街などがある。ありがとうございます。